これイノシシじゃないかな。あれ？よくわからんな。イノシシっぽい気がするけどね。こんな掘り方。これかな、クレソン食べてんのかな。そんなことないよね。あそこの天石も面白いね。見て、これ古いよ。多分絵が古いと思うわ。手書き。これは手書きだね。木じゃないかな。そうそうそう、木だね。何これ、あ、面白いねこれ。ウンモじゃんこの黒いの、多分違うかな。でもなんか鉱物だわこれ。赤い石英の中にって感じだね。綺麗やね、うん、あ、これ綺麗やん。模様が綺麗な。それは見して。わかんない。これあれじゃないかな、チャートじゃないかな。あの、この白いの化石じゃないかと思ってんだよね。わかんないけどさ、たまにあるんよこの石。これは、あの花崗岩？花崗岩じゃないかな。なんかここはね、赤いやつはあるんよ。赤いね。赤いところは赤い。うわ、これいいな。でかいな。木がね。これいいんやけど、でかいな。砂岩の中にいろいろ入ってんだな。花崗岩だね。立派やな。なんか動きがあるね。なんかこの緑の石、あ、これ気になるな。よくわかんないけど。あ、いたいた。あ、いた。歴岩だね。砂岩&歴岩。これ違うな、なんだろう。本当。綺麗だけど。これもなんか、あら。意外とこれ面白いんじゃない。おお。あら。雲母が挟み込まれてる。面白いね。赤い石英と白い石英で相乗になって雲母が
じゃあこれいいじゃん。なんだこれ。あ、これ雰囲気がむちゃくちゃ変わってるわ。これこれねえ、これすごいよ。面白くない？あら綺麗。あら不思議でしょ。うん、石英だね。うん、透明感のある石英。煙水晶じゃないけどさ、ねえ、なんだこれ。ガーネットっぽい気がする。これあれだね、透明感あるね。多分水濡らしたら綺麗だぞ。来た、これや。これ絶対なんかある。うわ、めちゃめちゃ緑。ちょっと待てよ。うわ、ちょっと待って、すげえぞこれ。いや絶対なんかや。なんだこれ。